宮本むなし、伏せて宮本むなし、柴田店宮本むなしは、M&S フードサービス株式会社が運営する関西、東海地区を中心に展開する定食屋チェーン。店舗名は、メシ宮本むなし。安いのは、当たり前、安いと言われるより美味しいと言われたよをモットーにした定食屋であり、ボリュームのある定食屋、丼、うどん。 カレーライスなどを中心としたメニュー展開を図っている。運営母体は UG、宇都宮の宮本むなし事業本部であったが2016年7月にサトレストランシステムズが UG、宇都宮からメシア宮本むなし事業を譲り受けることで両者が合意。UG、宇都宮から株式会社宮本むなしが九州分割により事業を承継した上で 同年9月1日付で、サトレストランシステムズの子会社になった。社名は、創業者の宇都宮俊春の子供が幼い頃に、宮本武蔵をうまく言えず、宮本虚しと言っていたことに由来している。かつては、首都圏や福岡にも進出していたが、2008年までに、全店が撤退した。2021年4月に株式会社サンローリーを、九州合併 GM& エスフードサービス株式会社に社名変更した。ありがとうございます。